接合勤門の内人大使に病原性を発現するクモノスカビ属、ムーコルシルシネロイデスリクテーミア属、リゾムコル属など多様な新種性新菌による感染症の総称。ワクチンのような予防法は存在せず、生存率は低いとされる。学術的には接合勤賞が正しい故障であるが、臨床医療現場ではムーコル勤賞と呼ばれる接合勤賞は、 かつての故障との見解がある。常在菌として、環境中に存在している、接合菌のリゾープスオーザー、リゾープスマイケロスポーリス、リゾープススタラニファー、ミューコーセルコネロイデス、カニンガムラバーサリシ、クスダマカビ属、アップソミセスエレイゲンス、サクセニアバセフォーミス、アブシディアコーリーンバイフィラ、ライズムカアプセラスなど。体内深部に生じる、 心筋症の中でアスペルギルス症、カンジダ症、クリプトコックス症に次いで4番目に多いと報告されている。主な感染経路は空気中に浮遊する病原体を吸い込んだことによる軌道感染である。重度免疫低下時の日和りみ感染により起こる。発症すると症状は急速に進行し悪化する。発症の危険因子は 長期間の高中級減少高容量のステロイドを、長期間投与リンパ球減少増血幹細胞、移植コントロール不良の糖尿病輸血後の鉄化状に、対する除鉄剤であるデフェロキサミンの、投与中ボリコナゾール契約投与中、広範囲熱症サイトメガロウイルス感染しかし、極まれに健康であっても発症することがある。特徴的な臨床症状はない。最も発生頻度が高いのは、 微脳型、いくつかの病形に分類される。微脳型高熱、黒い鼻汁、顔面へし、意識障害、副鼻腔炎皮膚型低く,くれない半、海洋、放火式炎肺型高熱、血痰、空等形成。新種性アスペルギルス症に類似する。血液疾患に多い病形。消化管型腹痛、血便、先行性海洋その他カッコ内による調査で。 報告された比率。近畿大学医学部附属病院輸血細胞治療、センター第26回血液学を学ぼう。より引用紙改変。培養検査は有効ではなく、さらに血清診断は実用化されておらず、確定診断は、病理組織学的検査、心筋学的検査による。他の心筋感染との合併は確定診断を困難にするとの指摘がある。 特にアスペルギルス症で使用される薬剤は効果がないため鑑別は重要である。2017年時点では代表的な菌種であるリゾープスオーザーを対象とした血清診断法が動物実験での有効性を示唆する報告がある。感染組織の除去。使用可能な薬剤は少なく、ポリエン系抗心菌薬のが使用される。日本ではアムホテリシン B のみが 使用可能で、キャンディン系更新金薬は無効。更新金薬の予防投与は行われない。ありがとうございます。